どうも、リプテンです。とにかく終了。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。来たー。着実な、鍛錬、修練でオーリブの次元からより多くの生物を召喚できるようになった。よーし、とりあえずこれだね。スケルトンガーディアンの召喚、召喚勝てー。どうなるかな、殴られる。よしよしよし、この間に回復スキルを。なあ、もうそうでもない。おい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 、殴ってこようが。繰り返す。火事スキルがあとちょっとであるね。きたー、どれもら召喚できたー。あら、同じこと繰り返したら、これでいいのか感が強くなったので、今から探索します。ゆっくりやろう。よしよしよし、来た。主流ハンマーで魔法武器ポーグを稼いで修復できるようになった。これは来たぜ。召喚、よし、はい、オッケー、ミッションアコンプリート。どうした？武器や盾が防御によって負傷を受けることなくなった。素手で防御すると攻撃ダメージを完全に防げるが、気は若干ひるむことになる。あ、かぶるがか。もう帰る。疲れた。帰る。疲れた。帰る。なんだあいつ。こんな新種のやつ。よし、いいね、上がれ上がれ上がれ。
さあ、ということでございまして、現在2時間近くやりましてね、重装96、53と、まあ、ちょこちょこ上がってはいますね。とりあえずですね、一旦やめます。マジで疲れたんで。来週ももしかしたら修行かもしれないし、これ来週って言ってるけど、1個にまとめるかもしれませんが、ぜひ次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。なんだこいつは。クリームだ。根っこの化け物が出てきた。さあ、重装まで考えるか。きたー、編集してたら来たー。日々の経験を積んで重装備に身につけられることは楽ではないが、与えられるものになった。その重量を適用し戦闘に生きる術を取得した。重装の達人となり装着した鎧は走ったり泳いだりする際ももはや一切重荷にならなくなった。おお、あ、ほんとだ、スムーズに歩ける。終わったー。きたー、回復。修行者レベルの回復がなんとかできるようになりました。したー。回避能力を生かすためのスタミナの最大値続けるか。こう。Good to see you. よし。よし。さあ、ということで今回の実況はですね、修行修行修行ということで、まあこれぐらいにするか、もう少しやるか次回に考えます。ということで今回ここまで、お疲れ様でした。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。